福王寺殿は、幕末維新、明治の洋学者、教育者である、福沢諭吉晩年の交互文体による、自助殿である。1898年7月1日から1899年2月16日まで、計67回にわたって、時事新報に掲載された。単行本は1899年6月15日に、刊行。今日でも、慶応義塾大学では、 毎年、新入生に配布されている。福沢自身の人柄がわかるだけでなく、幕末から維新にかけての動乱期に、近代思想の先駆者として、日本を大きく導いた当事者による、自助伝は、日本近代史の重要な文献でもある。文末制度は、親の敵等の有名な言葉もこの時点からである。西洋では、学者の多くが自助伝を表すことから、 慶応義塾関係者は福沢に自伝を書くよう、進めていたが、多忙を極め一向に執筆に書かれないでいた。そんな中、ある外国人から、幕末維新前後の体験談に関するインタビューを受け、口述筆記という方法を思い立ったのがきっかけである。福沢諭吉が口述した内容を、矢野義次郎が即記し、その原稿に、福沢自身の手で、 遂行過失するという形で書かれた。そのためか本文では、福沢の記憶違いなどが散見されるが、文法語きは客中により指摘され、訂正されている。1948年に即帰原稿が発見され、込み出しが付けられている。また福沢が、個人的にも尊敬していた18世紀アメリカの政治家、著述家だったベンジャミン・フランクリンに大きく習ったものともされる。 近年多く行われているオーラルヒストリー発祥の書とも言える。本書における、そんなわけけだから、熟中の書生に、身なりの立派なものは、まず少ない。そのくせし中の縁日など言えば、夜分きっと出ていく。行くと、往来の群衆、中んづく娘の子などは、あれ書生が来たとうんて脇の方に裂けるその様子は、何か得たでも出てきておっとれを得ながるようだ。どうも仕方がない。 往来の人から見て、豚を殺す、得たのように思うはずだとの記述が問題視され、得たの語が、と伏せ字に置き換えられたり、得たとひらがな表記に改ざんされたりしたことがある。この点について、本書の公中者の、相田倉義は、本書中には、差別用語として、使用を当然差し控えるべき表現が、数箇所にわたって見受けられる。その複雑にして、いかにも無造作に、 このような表現を用いている事実は、その生きた時代をしかと知る上に何らかの示唆を与えることと思われると述べ、本文中の差別表現を、あえて原文のままとした。幼少の時長崎遊学大阪修行処方の熟風、大阪を去って、江戸に行く、初めて、アメリカに渡る、ヨーロッパ各国に行く、上位論再度米国業王政一新暗殺の、心配雑記一新一家経済の、 由来品効果風呂あまりの反省。ありがとうございます。